8周年のオフ会が、前夜祭オフ会があったんですけど、その時にね、寄せ書きをすでに書いてもらってて、で今日もね、書いてもらうんだけど、もう半分以上埋まっちゃってました。びっくり、もうここメンバー、これあみさき、これせいさん、こゆいちゃん、これののか、ののか超見づらい大好きって書いてある。ここに書いちゃう。ちょっとリハーサルはみんなドレス着るみたいなんですけど、ちょっとこれで出させてもらいます。なんて書く？なんて書こうかな。いつもありがとうにしようかな。でもなんか本当にありがとうがあるけど、うん、つまんないか。よし、あれてってれー。ね、そう。マホ。これ何を書く予定が必要なのか分かってるのかな、ファンの人は。というか、8周年を迎えたキスビーに向けて書くんですけど、分かってるかな。分かるか。終わった。恥ずかしい。出ました。恥ずかしいよ、あの大惨事。ちょっとストーリーに載せたいと思います。よし、今日来てくれた人にもたくさん書いてもらいたいと思います。すいません、ありがとうございます。どんな音が止まってる？40、40、40。もうずっと下がってる。これ、それデジタル直後？あ、そうかも。そうです、そうです。はい。死んでもらう。お水足りないかも。もしかしたら水足りないかもです。ごめんなさい。それでも新しい希望を掲げて、うん、1個ずつ撮るだけだと思う、多分。リハーサルが前に行きました。1時間ぐらいやったね。もっとやったんじゃない？もっとか、うん、そうか、バータリも入れたら1時間半もっとか。違いましたね。最後終わりました。もう本番終わったかぐらい汗かいてます。ありがとう。あ、タオル置いてきた、今。あ、確かに。あ、危ない。死ぬ。もう行けられない。みんなでドレスの切れ端でアクセサリーを作って。朝かしゅう。やばい、始まる。もうめちゃめちゃ髪の毛とかボロボロになっちゃうんですけど、でもね、やっぱアイドルなんで、なるべく崩れないように頑張っていきたいと思います。しかも今日映像が入るらしいんで、ちょっとボロボロな姿はあまり見せたくないけど、全力で踊ります。頑張ります。ののかさん、行きます？まあ、今日8周年という日を迎えられて本当に嬉しいですね。 8周年も、8年もやってるってすごいですから、本当に。でも今日限りでね、勢いを失わないように、まだまだ明日からツアーも始まるということで、もっともっと頑張っていきたいと思います。8周年ということで食べちゃうよ。8年、でも8年続けられるってるってことは、ね、応援してくれてるファンの皆さんのおかげだと思うので、そんな皆さんに感謝の気持ちを届けられるように、一曲一曲噛み締めていきたいと思います。今日は
皆さんに8年間の積年の思い募り積もったこの私たちのね気合を十分にぶつけて楽しませてやりたいと思います。楽しんでいくぞー。おーあ、レナちゃんが言ってくれた。おーあーありがとうございます。ああカメラ回ってた。あカメラ回ってた。あ、そうですね、8周年ライブ本当に迎えることができて嬉しいです。皆さんにね、いつも日頃の感謝の気持ちをね込めてライブをしたいっていうのと、今日やる曲がですね、シングルとかなってる招待曲が多いんですよ。だからこのキスビーの歴史8年のヒストリーを振り返りつつ、皆さんと一緒にねこの8周年ライブをやっていけたらいいなと思っております。今日は全力で楽しみましょう。今日はですね、まあ、いっぱい曲をやるんですけど、私8年じゃないですか、キスビーができたら、できて8年なんですけど、私自身は、まあ、7年ぐらいということで、私が加入する前の曲とかもね今日はたくさんやったりするんですけど、まあその今までのそのキスビーの歴史をちゃんとね背負いつつ、それをちゃんとね表現できたらいいなって思うし、今日は初めてやる曲があるんですよ。フリックフラッグのリミックスが今日初披露ということで、とってもかっこいい曲になってるんですけど、めちゃめちゃねギリギリまで振り入れをして詰めてやって、ちょっと心配なんですよ。けどかっこいいです。そこ見どころなんですけど、 YouTube には多分アップされません。今日来た人限定です。ということで、今日ね8周年を迎えたキスビーなんですけれども、88分もね、約88分曲をやるということで、だいぶね長いんですけど、でも多分ライブが始まったら一瞬なんじゃないかなというふうに今想像してます。まあね、ほんと多分ね始まったらマジで一瞬なんでね、ちゃんと一曲一曲噛み締めてね、なんか後ろに MV とかも流れて、こう8周年って今までいろんなメンバーがこうキスビー作り上げてきたものなので、なんか今までいたメンバーのこととかもちょっと思い出しながら、そしてこの6人のこうで迎えられることの嬉しさを噛み締めながら今日はできたらいいなと思っております。まあ、ちょっとね8年経ったらね年も取るものなので、体力はちょっとね気をつけつつ、まあ、15歳だったね当時、15から23になっちまったのでなっちまったのでね、あの頃のようにいかない部分もあると思うんですけど、心は気持ちはあの頃のまんま今日も頑張れたらいいなと思います。15歳の頃の私をこう戻して頑張りますので、応援してください。イエイ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 イちょっと着替えます。
それを目指して6人でできる限り笑顔のまま突き進んでいきましょう。それでは以上、私たちキスリーでした。ありがとうございました。お茶が欲しくてたまらない。楽すぎた。あ、ゲルさん終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。もうとっても楽しかったです。8周年ライブ、明日またね初日があるなんて思えないくらいいろいろ出し切りましたけれども、頑張れるかしら。明日いるかな。明日いるかな。カレー食べながら言ってますけど、明日いるかな。カレー美味しい。いるといいね、ハム太郎。いけいや、めっちゃ足、豆できてるわ、本当に。あ、本当に痛い。うわ、めっちゃ豆、すごくない？豆を移してください。あ、やめてください。ガチで豆できてる。で、ここマジ痛い。 めっちゃ痛い。痛い。いやそれで、それか靴は無理です、私は。一回履いてみてるけど、途中から裸足になってるかもしれない。裸足がいいもん、なんなら。展開2時間ぐらいありますよ。いや、長時間のライブ終わったのにもかかわらず、こんなに可愛くて安心しました。あれでイヤリングするの忘れてたし。ありがとうございます。何ですか、ステージ。あ、ステージの上で囲みか。最初囲みだ。それもしかして飛べる。あ、いいね。ちょっと高い。めっちゃ高い。行ってきます。バイバイ。行ってきます。いっぱい持ってる。お姉さん、ない。